性格が悪い戦国武将ワースト5。パワハラ、嫌われ者、冷酷非情の英雄たち。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、性格が悪い戦国武将ワースト5について紹介していこうと思います。戦国時代の価値観を現代の感覚で論じようとするとき、そこには多少の無理は生じます。現代のモラルでは非常識と思われることも、乱世では常識であり必然だったことも多いからです。今回ご紹介するテーマも、もしかすると戦国時代には当たり前の価値観だったのかもしれません。あくまで今の私たちから見た性格が悪かった戦国武将ということをご理解ください。それでは5人の人物たちの性格を紐解いていきましょう。第5位、真面目すぎるゆえに他人から嫌われた石田三成。真面目で仕事熱心と聞けば、周囲から信用され頼りにされる人物像でしょう。しかし戦国時代の価値観で言えば、決してそんなことはありません。真面目であればあるほど煙たがられ、妬みを買うことも少なくないのです。石田三成こそまさに典型的な人物でした。ご存知の通り、三成は武功を挙げて出世したわけではありません。得意とする算術や行政手腕を買われて大名へと成り上がりました。秀吉が天下統一事業を進めていく過程で、武具や兵糧の調達、内政や検地といった裏方の仕事も多岐にわたります。三成を筆頭とした武行たちがつつがなく仕事をこなすことで、豊臣政権は円滑な運営が可能となったわけです。ここからは豊臣政権を会社に例えていきましょう。ちなみに総務経理部門のトップを担っていたのが三成でした。また秀吉を社長とするならば、秘書の役割も負っていたことでしょう。ところが武功を積み重ねて出世してきた面々からすれば、三成の存在は決して面白いものではなかったはずです。福島正則や加藤清正たち営業部門からすれば、自分たちは体を張って戦っているのに、何のリスクも負わずに点数稼ぎばかりする三成を疎ましく思っていたことでしょう。彼ら営業部は武功、いわゆる営業成績を上げることが会社や社長に対する最大の貢献だと感じています。ところが秀吉社長の価値観からすれば、決してそんなことはありません。営業と内勤がうまくかみ合ってこそ会社の運営が成り立つと考えていました。だからこそ三成や夏塚正家、増田長盛らに相応の給与、いわゆる領地を与えていたのです。ところが株式会社豊臣は営業部門が頑張って成長してきた会社でした。実績を重ねてきた営業畑の人間たちが大きく幅を利かせていたことでしょう。現代の企業でもよくありますよね、総務内勤の人間が軽く見られるという風潮が。少なくとも秀吉が天下統一を進めていた頃には、営業と内勤の関係性に波風が立つことはありませんでした。しかし朝鮮の役によって両者の関係に大きな亀裂が入ることになります。株式会社豊臣が創業して以来の海外事業ですから、多くの営業マンたちが武功を上げるべく渡海していきました。秀吉自身も海を渡ろうとするものの、高齢を理由に周囲から止められます。しかし朝鮮での事業は思いのほか進捗せず、秀吉とすればなぜうまくいかないのか疑問に感じるようになります。そこで派遣されたのが三成ら内勤の奉行たちでした。三成らは秀吉から厳命されます。見たままのことを報告せよと。そこで真面目な三成は言いつけを守り、忠実に職務を実行します。ところが実際の現場、いわゆる戦場では、思いもしない困難が待ち受けているもの。兵が疲れていたり、兵糧が不足していたり、士気の問題などなど、額面通り報告されてしまってはまずいこともあるのです。しかし三成は戦場で戦った経験が多少はあるものの、そんな営業マンたちの苦労など知る由もありませんし、分かろうともしませんでした。ただ冷たく、私はありのままを殿下に報告するのみと答えるのみ。
やがて多くの者たちから恨みを買う結果となってしまったのです。三成は断るごとに我らを怠慢だと非難し、殿下にあらぬことを報告している。三成が真面目に職務をこなそうとすればするほど怨嗟の声は高まり、どんどん嫌われ者になっていきました。三成からすれば、自分はただ秀吉の命令に忠実なだけで悪気などあろうはずがありません。やがて秀吉が亡くなり、朝鮮の役が終わる頃には三成と営業部門の関係は決裂同然となりました。そして株式会社豊臣の内部崩壊へとつながっていくのです。三成の場合、性格が悪いというよりも真面目さゆえに融通が効かず、その態度もドライすぎたという見方になるのかもしれません。第4位、トップクラスの成功者なのに人気はいまいち、徳川家康。戦国時代を終わらせ、260年に及ぶ天下太平の世を築いた徳川家康ですが、それほどの成功者にもかかわらず人気はいまいちです。やはり堅実すぎて地味という印象と、豊臣家を滅ぼした際のたぬき親父のイメージがあるからでしょう。律儀者と呼ばれた家康ですが、秀吉が亡くなってすぐに野望をむき出しにしたことからも、その表現ぶりには目を疑うものがあります。家康が嫌われる理由、やはりそれは彼の性格にあるのでしょう。それは彼が晩年になるほど狡猾になり、薄情さを増していったことからも明らかです。関ヶ原の戦いで勝利した家康は、3年後に江戸幕府を開いて実質的な天下を手中にしました。しかしこの時点では豊臣恩顧の大名たちが数多く存在しており、表立って豊臣家を潰すわけにもいきません。そこで大名たちの財力を減らし、豊臣家への締め付けを強化する方策を取りました。それが天下普請です。あたかも大阪城を包囲するかのように、笹山、伊賀、上野、彦根、ゼゼといった近世城郭がいくつも築かれ、豊臣家の動きを封じました。そして普請事業を請け負ったのが加藤、福島、浅野といった豊臣系大名たちだったのです。彼らはまさか豊臣家を滅ぼすための手伝いをさせられていることなど知る由もなかったことでしょう。また家康が満を持して大阪攻めを決意した時、すでに豊臣系大名の多くが亡くなっており、2代目や3代目の時代となっていました。加藤忠広や浅野長明たちは豊臣家から直接恩を受けたこともなく、もはや秀頼は忠誠を尽くす対象ではなかったのです。全国すべての大名が徳川に味方することを見越した上で開戦に踏み切ろうとしたわけですね。ただ一人豊臣に味方する可能性のあった福島正則のみが江戸に留め置かれました。そして豊臣家に対して湯水のように金を使わせた挙句に言いがかりをつけて開戦させ、一旦和睦となるも大阪城の総堀を埋めてしまうという狡猾さを発揮しました。そして再び口実を設けて夏の陣で滅ぼしてしまうのです。戦国の気風とはいえ、まさに手段を選ばないずる賢さというべきでしょうか。家康は確かに平和な世を築いた成功者でもあるわけですが、持って生まれた堅実な性格は新たな社会制度を生み出します。それが徳川を頂点とする幕藩体制でした。武士が支配する封建社会は徳川にとって都合が良かったものの、人々から夢やロマンを奪うつまらない社会を招いたと言えるかもしれません。やがて海外から新しい情報や技術が入ってくる道も閉ざされてしまいます。日本は太平の世と引き換えに世界から置き去りにされてしまったのです。第3位、不公平ぶりに承認欲求の塊、本当に義の武将だった直江兼続。主君である上杉景勝を支えて家裁として手腕を振るい、義の武将としても知られる直江兼続ですが、意外に兼続のことが嫌いな歴史ファンも多いそうです。それは彼が持つ性格に起因すると言えるでしょうか。兼続は
樋口与力と名乗っていた当時から上杉景勝の近所として仕えていました。やがて上杉謙信の死後に起こったお盾の乱が起こります。上杉の後継者争いで景勝が勝利するものの、一説によると兼続が亡き謙信の遺書を偽造し景勝に後を継がせようとしたとも。しかしその後の経過には首をひねらざるを得ません。与力兼続の名で景勝に代わって褒美や知行の割り振りが行われたといいますから、兼続が論功行賞に関わっていたことは疑いのないところでしょう。しかしそれはあまりにも不公平なものでした。武功のあった柴田重家や毛利秀弘には恩賞など何もなく、さしたる功績のなかった上田衆のみが厚遇されたといいます。勝った暁には思いのままの恩賞をと焚きつけておきながら、いざ勝利するとあっさり手のひら返しをしたわけです。上田衆は景勝直属の家臣団ですから、彼らに力をつけさせるという意味では理解もできますが、功労のあった者を冷遇するというのは真偽に反する行為でしょう。案の定不満を抱いた毛利秀弘は人情事件を起こし、柴田重家は大規模な反乱を起こすという結果となっています。また景勝と兼続はかつて関東管領だった上杉範政、そして景勝から見れば甥にあたる道満丸を殺害しました。範政は仮にも謙信の養父です。殺害の理由は定かではないものの、その所業を見ればとても義の武将とは思えません。その後兼続は上杉氏の家裁として手腕を振るいますが、いよいよ徳川家康との対決の時を迎えます。そのきっかけとなったのが兼続がしたためた直江城です。家康とすれば実権を握るためには五大老制度を骨抜きにしたいところ、前田利長に続いて景勝にプレッシャーを与えて屈服させたいと考えていました。そこで越後の堀秀治から上杉に謀反の兆候ありとする訴えを取り上げて、上杉家に詰問、上洛要請の使者を派遣したのです。ところが景勝はこれを拒否。兼続もまた家康の交渉役となっていた宰相状態に対し、皮肉たっぷりで辛辣な内容の手紙を送りつけるのです。まるで挑戦状のような内容に家康は激怒。これが会津征伐のきっかけとなりました。兼続とすれば景勝の意向をそのまま文章にしたのでしょうが、その端々に余計な文言が多すぎるのです。断言したものを取り調べることもなく真に受けるのは家康に表裏があるからではないか。鉄砲や弓矢の支度をするのは田舎武士ならではのお国柄、気にするなど天下人らしくない振る舞いだ、逆進のつもりがなければ上洛せよなどと、まるで赤子の言い方のようで全く話にならない。結局のところ堀秀治の残言を信じる家康こそ愚か者で、そのようなものの指示に従うことはできないと突っぱねているのです。この強硬なまでの態度には兼続が持っている承認欲求が関係しているのではないでしょうか。家裁を任されているという自負心、そして己を信じることの自尊心、天下の家康をやり込めたいという願望です。それが景勝の方針と相まって強烈な皮肉を家康に突きつけたわけです。もし景勝が挑戦的な直江状を出すこともなく、もっと穏便に交渉を進めていたなら、会津征伐どころか関ヶ原の戦いすら起こらなかったかもしれません。そして上杉家がたった30万石に押し込められることもなかった可能性だってあるのです。第2位、残忍冷酷非情な性格の持ち主、龍造寺隆信。肥前の熊と異名を取った戦国大名が龍造寺隆信です。大友、島津といった大勢力としのぎを削り、五州二島の大主として君臨していました。しかし隆信は猜疑心が非常に強く、残忍で冷酷非情な性格で知られています。一体何が彼をそうさせたのでしょうか。隆信の高祖父家兼は肥前の守護大名小児氏に仕える重臣でしたが、非常に有能な人物でした。
大内氏の侵攻を防ぐなど小児氏の屋台骨を支えたといいます。しかしできる人物ほど同僚の妬みを買ってしまうもの。やがて増長ぶりを憎まれた龍造寺家に謀反の疑いがかけられ、高信の父近家、祖父の家住が相次いで暗殺されてしまいました。当時幼い高信は出家して円月と名乗っていましたが、家兼に連れられて脱出。筑後の鎌地秋森のもとで庇護を受けます。その後秋森の支援もあって反抗に転じ、滅亡寸前の龍造寺家を再興させました。やがて兼家が亡くなったことで高信は家督を継ぐのですが、父や祖父を殺された苦い記憶が高信の性格を激変させたのかもしれません。小児氏を滅ぼして肥前を統一し、領土をどんどん拡大していく過程で侵入する者たちも増えていきます。そして高信の猜疑心は配下の諸将や家臣に対して向けられました。裏切りを防止するために人質を取るようになり、残忍なやり方で人心を支配するようになります。肥後の赤星宗家が参陣要請を無視したため、二人の幼子を無慈悲に処刑し、少しでも疑わしい者の人質は串刺しの刑で見せしめにするなど、その行為は目を覆うばかりだったといいます。極めつけはかつて高信をかくまってくれた鎌地氏への仕打ちでしょうか。島津への接近を画策する鎌地重波は龍造寺との対立を深めますが、高信は巧妙に和睦を持ちかけます。そして言葉巧みに重波を猿楽の宴に招きました。高信の冷酷ぶりを知っている重波は躊躇するものの、結局は招きに応じてしまいます。やがて佐賀に入った重波主従は奇襲を受けて全滅。さらに柳川への軍勢を差し向けて鎌地一族を皆殺しにしてしまったのです。この非道ぶりには忠臣で知られた百武友兼も涙を流して反対、最後まで出陣しなかったといいます。こうした冷酷さに多くの家臣たちが辟易し、その心は離れていきました。そして人望を失った高信の最後は悲惨なものとなります。天正12年1584年、高信は有馬晴信を討つべく2万5000の大軍を率いて出陣。しかし有馬島津連合軍の巧みな戦略にかかって惨敗を喫してしまいました。その傲慢さが仇となって本陣を奇襲され、あえなく首を取られたのです。九州治乱記によれば馬にも乗れない大肥満の対象だったとされ、カゴで移動せねばならないほど太っていたといいます。大混乱となった本陣では誰も高信を助けようとする者さえなく、我先に逃げ出すありさまでした。これも家臣の信望を失った末路だと言えるでしょうか。その後首実験に供された高信の首は返還されることになりますが、なぜか龍造寺家は受け取りを拒否。母の慶銀儀などは不運の首などに用はないと言ったそうです。果たして龍造寺が戦って首を取り戻したかったのか、それとも高信の人望がなかったがゆえに受け取りを拒否したのか、その真偽は分かりませんが、高信はあまりに寂しい最後を迎えたのです。第1位、まさに戦国のパワハラ王、織田信長。天下統一の一歩手前までこぎつけ、戦国の革命児とも呼ばれた織田信長ですが、彼の人物表に関しては宣教師ルイス・フロイスの記録が最も的を得ているでしょうか。彼は自らに加えられた侮辱に対しては懲罰せずにはおけなかった。彼はわずかしか、またはほとんど全く家臣の忠言に従わず、一同から極めて畏敬されていた。そして人々は彼に絶対君主に対するように服従した。こういった文言から推察すると、まさに信長という存在はカリスマそのものだったようです。自尊心が強く、猜疑心が深く、また独善的と言えるような性格の持ち主でした。天下統一事業へ邁進する信長だったからこそ、自らに厳しく部下に対しても怠慢は許さなかったと言えるでしょう。
節制な生活を慎み、日頃から鍛錬を怠らなかった信長ですから、家臣たちにも相応の働きを求めました。有能な部下であればあるほど人使いが荒かったわけです。その顕著な例はやはり明智光秀でしょうか。光秀は丹波攻略を命ぜられる一方で、大阪本願寺攻めや西下攻めなどに駆り出されており、ひとときも休まる暇がなかったものと思われます。光秀が有能だったからこそ各地の火消しに動員されたのでしょう。もし怠惰だとなじられてしまえば、荒木村重のように干されたり、佐久間信盛や林秀貞のようにお払い箱になる可能性すらあります。光秀だけでなく多くの家臣たちも必死になって働き続けました。懲罰をちらつかせながら部下をこき使うという、まさに戦国のパワハラ王といった信長像が見えてきますね。明治から昭和の思想家徳富蘇峰は言っています。信長の性格は心理学上の謎と言わねばならぬと。現代の心理学者たちは信長の性格をサイコパスだと断じていることもありますし、 ADHD 注意欠陥多動性障害ではないかと推理する人もいます。確かに信長は派手好きで行動が迅速で短気だったとされていますから、傾向としては合致している部分もあるのでしょう。とはいえ、あの信長が注意散漫だったということもないでしょうし、多くの逸話で愛情深かったとされています。冷酷非情でパワハラ気質というのはあくまで信長の横顔に過ぎず、実のところ意外に普通の人だったのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。